まあ、結果的にまあ1度ゲームだったんで、まあ、全体的に難しい試合になりましたけど、まあ、ゼロでしっかり抑えられたことは、まあ、守備陣として評価できるかなというふうに思います。まあ、個人的にも前半ちょっとキックの調子悪くて、まあ、迷惑かけてた分、まあ、後半ああいう決定的な仕事決定的なシーンが 2,3 本あった中で、まあ、止めれたっていうのは大きかったかなというふうに思います。勝因はまず健太さんが前半の早い時間帯に決めてくれたのと、まあ、全体通してやっぱ切り替えが相手より早かった、あとは最後まで集中切らさなかった90分間、それは相手より勝ってた部分なので、まあ、チーム全体として勝ち取れた勝利だと思います。僕たちが目指すのは優勝なんですけど、まあ、もっと上のカテゴリーを昇格目指してるんで、まあ、この勝利に一喜一憂せずにまた次の練習から、まあ、ゼロからという気持ちでまたやっていきたいなというふうに思います。